アクタス商品開発、渡辺宗男です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、アクタスっていろんな商品シリーズとかブランドとかあるんですけど、すごい大事にしている商品開発の考え方がありまして、ライフスタイルを基軸に商品をしっかり形に落とし込むっていうのを大事にしてます。で、今回はソファーダイニングっていう考え方を、2つの商品を、実例加えながらご説明できればなと思っています。ソファーダイニングは、名前の通りでもあるんですけれども、くつろぎ方も、食事をした後も同じ空間で全部できるようなスペースもセービングして兼ね備えられているし、家族3人で過ごしてて、例えばですけどもう1人2人来客があった時に、やっぱりこれだとみんなで食事囲めなかったりするので、普段はテレビ見るようにこっちを見てみんな座るんですけど、ちょっとだけ実践するんですが、これが、ちょっと仮に動かしてみて、あえてこう囲むような形でレイアウトを変えることで、みんながこう真ん中を向いて何かを眺めるんじゃなくて、ここで輪が生まれるみたいな過ごし方はソファーダイニングでしかあんまりできないようなご提案かなと思います。食事をしてここでダラダラして、本当最大限本当にコンパクトなんだけれども、自分らしいくつろぎが実現できるようなスタイルにはなりますね。ソファーダイニングならではの特徴みたいな部分も掘り下げて聞いていってもいいでしょうか。はい、ぜひお願いします。じゃあ今回早速、今ここに置いてある2つのアクタスの商品について、せっかくなので、実例含めて紹介させていただければと思っています。まず1つがこちらのオウン S というシリーズになりまして、実は2005年からリリースをして、いろいろ時代に合わせて変遷し続けている、もうずっと愛されているシリーズ。シンプルなデザインなので、部屋のテイストがあんまり問わないかなっていうところもありますし、ソファーとダイニングを兼ね備えるっていう風になった時に、通常のいわゆる、チェアに座って、お食事をする高さって、だいたいテーブル70から72で、チェアが43から45ぐらいなんですけど、このソファーダイニングの場合は高さがテーブルが65という、だいたい5から7センチぐらい全体がぐーっと低いんですね。で、そうするといいところっていうのが、まず座る高さもその分下がるので、まず精神的にすごく落ち着くっていうところと、あとは空間も高さがこの家具が低くなっている分、上が広く開くっていうところで、全体的なお部屋自体の開放感にもつながってくるっていうところが、なんかすごくこのソファーダイニングの大きなポイントかなと思います。はい、これが低いことで何がいいかっていうと、例えばなんですけれども、これ高さ揃ってるんですね。なので、すごく極端なんですけど、自分なりに居心地を追求して、より広く座面をこう広げたりとか、なんかそういったこともできるような設計になっているので、一見この置き方しかできないように見えるんですけど、本当に使う人のアイデア次第で、こんなこともできるんだみたいなのができるようなデザインになってますし、今僕がぐるっと動いたように、どうしても限られた空間だと壁が近くにあって、家具ももうこの辺りに来た時に、テーブルの足がこう端っことかにあるとやっぱり出入りしにくいので、足元が真ん中に集中していることでストレスなく立ち座りができるみたいなところも、すごくメリットとしては大きいかなと。お店に来ていただいて、ぜひ座っていただけたらなという感じはあるんですけれども、この硬さ加減もすごく工夫して作ってます。例えば、チェアもここに持ち手がついてて動かしやすくなってたりとか、あと本当些細なんですが、こういうところにハンドルがついていて、持ち上げて反対側にキャスターがついてるので、コロコロコロっと動かしていけるっていうのがあります。ソファー単体で買われる方も非常に多くて、生地も30種類からご用意しているので、このあたりもこういろいろコーディネートできますね。今置いてあるスタイルもできますし、他にも向きが変わったりとか、もうちょっと幅が狭くて片側だけちょっとアームがついているタイプとか、いろいろあります。じゃあ次はこちら、ご説明します。打って変わってこう明るい印象のテイストのタイムというシリーズになります。
もしかすると以前テーブルの選び方っていうあの回で少し触れさせていただいているあのシリーズなんですけれども、こちらのタイムのシリーズでもこのソファーダイニングがご提案できるようになってます。で、比較的あのタイムの方がテーブルにあの結構大きなサイジングをとっているので、よりまあお食事をしっかり取られたいとか、あとはデザイン的なポイントでいくと、先ほどのオーブンはスチールで結構シャープでだったんですが、木の良さを十二分に感じるようなデザインになっていますし、あの無垢を使っているからこそこういった部分すごくこう柔らかくカーブ描いていて削り込みになっているので、触った時の温かみとか優しさみたいな部分をあのそれぞれのディティールから感じられるようなシリーズになっています。でもこう真ん中に対して足があって出入りがしやすいみたいなのはあのこのタイムもオーブンも両方とも一緒なので、そこはあのソファーダイニングとしてすごく優秀かなというふうに思っています。僕も実は家でタイムシリーズのテーブルを実は使ってまして、で、まあ、家って大体裸足とかスリッパじゃないですか。で、足に触れる部分って実はすごく大事で、こう優しい木のこういった削り込みだからこそ、まあ、素足が触れても全然こう柔らかいですし、こういったところもすごくあのなんて言うんでしょう、人に対して優しいっていうか、なんかすごくこう感じるシリーズだなと思ってますね。例えばこのコーナータイプのソファーをこのままこういうふうに寄せてあげると、ソファーが伸びて、まあ、寝転がれるレベルまであのしっかり長さを延長できますし、今こっちに持ってきていたこのオットマンとかもこっちに合わせていただくと、もう本当立派なあのカウチソファーのスタイルになるので、もうこのままあのテレビ見たかったらこのままあのここでくつろいでこうあっちを見るみたいなのができるようなあのサイズにすぐアレンジできるっていうのもポイントですね。個人的なあの推しポイントなんですけど、このコーナー部分のカーブすんごいあの背中への吸い付きが良くて、これ一つで十分じゃないかっていうぐらいこの居心地がすごくいいんです。はい、ぜひ座ってみてもらいたいぐらいなんですけど、足からあのなんて言うんでしょう、全部床と接する部分構造体は無垢でしっかり強度を持たしつつ、あの経年変化も味わいが出るようなあの仕様にさせていただいています。結構このタイムとオウンっていつもお客様あの店頭でもこう比較して見ていただいているので、どちらの方があのライフスタイルに合うかみたいなところをちょっとこうご自身のご自宅の間取りと照らし合わせながらあの見ていただけるといいのかなというふうには思っています。サイズがまん丸があったり、これも通常の72の高さがあったりとかっていう選択肢はかなりたくさんご用意してはおります。ライフスタイルって先見えないじゃないですか。気に入ったものを長く使うっていうことがすごく大事になってくる中で、このソファーダイニングっていうスタイルは日々の変化にもしっかり柔軟に応えられる部分もあるし、まあ、ライフスタイルがもし引っ越しをして、あとは家族構成が変わったりとかしても、それに都度フィットさせられる良さがあるかなというふうに思ってます。今までこういったスタイル経験されたことがない方でもきっと満足いただけるあのシリーズかなと思ってますので、ぜひ体感しにお店に来ていただければ嬉しいです。商品開発渡辺でした。今日はありがとうございました。